こんにちは。こんにちは。こんにちは。音声来たんって、あ、よしよ。今日はボトルスカラッツさんで BTS みやき開設13周年記念になってます。おめでとう。やったー。成中華ハムギだー。成中華ハムギだ。急ですから。はい。12レースまで4レース予想していきたいと思います。イエーイ。軍資金はいくらでしょうか。軍資金は2万円で。おー、4レースで。大丈夫かな。チャンネル登録お願いします。あ、200回目発表。カラオケ YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ミヤキチャンネルです。214、2000円。よいしょ。216、126、124、1000円ずつです。結構ガチガチですね。はい。でももうこれぐらいしかないんですよ。もうこれしかないと。ガチガチの夏美でいきたいと思います。私は214、2500円。216、2000円。124。すっごい見やすい。すっごい見やすいけどあれなんですよね。 P ちゃんの124が多分ガミる。一応買い目はそんな感じで、もう2人とも似たような目ですね。結構固めの。はい。出走まで。それさん呼ぼうか。私服紹介。私服紹介やっていきたいと思います。私服紹介じゃなくてどら焼き紹介してもらっていい。今日はこのどこにでもありそうなジーンズがポイントです、ね。はい。え、すごい。13周年ということで、お、ボートレースチケットショップみやきのどら焼き。明日と明後日、2日間、デイレース終了後とナイターレース終了後。おかげさまで BTS みやき13周年。イエーイ。キャッシュレスポイント還元企画ということで、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。キュレさん知りますよ。自分の船券がないのがこれこうやって取った方がいいから。一ちょっとあんま出てないです。あ、待って、やばいやばい。え、やばい。なんで、あれなんで。あれ、6が出るんだ。もういいです、いいです、いいです。まあまあまあ、もういい。でもどうやって6出ましたっけ。4が住めた。あ、そういうことか。ついていけちゃった。内から入ってきました。内が入って。じゃあ10レースの予想に行きましょう。切り替えます。6-1になって6-1いくらなんだろう。おめでとうございます。9位はです。頑張りましょう。まだあと3つあるんで。そうですよ。はい。でもなんかこれ周りのこれが美味しい。あの黒糖どら焼きなんですよ。黒糖が入ってるんですよね。はい、味がついてる。え、へえとか言って。太田さん食べたそう。後であげ後であげますね。太田さん、かわいい。太田さん甘いの好きですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。あげる。そっちの言い方した。あれ。345のボックス買おうかな。さしこちゃん。あ、さしこボックス。え、いつさしあらさん呼んでくれるんですか。いつ呼んでくれるんですか。いつ共演させてくれるんですか。逆に私たち後輩のやられた。みやきさん、みかんちゃん、お、126ボックス1000。これ誰に乗っかったと思いますか。誰に乗っかコメントありました、うん、あ、もうこれって思った。誰に乗っかったんですか。ガウガウさん。おお。ピーチの買い目はこちらです。はい、135チキン南蛮です。134、132こまごま、あと5頭も買っちゃった。513。おお。でもここかぶっちゃった。プラスプラス。え、でもそれもそんな感じだったの。スタートはあ、ちょっと1位の。あ、揃ってますね。なんか3、いや2も行ききれてない。私2入ってる。おお。1か6いって1、2、4、2。いや、まだみかんちゃんの1、2、6ならまだある。ほんと4はこんなに頑張ってるのに。いやいやいや、
あるよ、まだ安全にね、あんまり少ないで。さゆうち、さゆうち、あー、さちゃんいった。2号艇のこと、2号艇のこと、146、いや、61、614、ほんとろ。で、まだ2回転ある、うん、2回転、2回転ある、2回転ある、2、いや、まだ146のボックスや、ボックスやったらマジやばいって。いやいや、ボックスないよ、自分146やったらね、もう30万、はぁ、もう人生無駄にした。野口さん、おめでとうございます。やば、わぁ、35万ですね。これで冊子呼べましたね。81人もいる。で、見て、ガウガウさん、ごめん、優しい。あんな言い方されても謝ってもらえる。自由だね。理由とかあるんですか。理由ですか、はい、感性ですか、まあ、おつがい、いや、おつがいしました。でも見た感じ、6が絡む、出るから6入れたい感じはあります、ね、6めっちゃお気味なんで、うんうん、マイク、あれ、もう外しちゃってました。聞こえました？2、1、2、6、1、4、6、4、1、2、1、6、2、1000円ずつ買いました。オツタイム、はい、計算は計算式みたいになっちゃった。宮玉の145346、500円、135ボックスと135と42、あと6頭も2パターン。なんかお使いした時すごい、みんな一斉なのね。そうそう、146、お146めっちゃ強い。これどうやって決まるんですか、一斉に。 68.9 度、後で言うね。行こう、2がいってる、2がいってる、2がいってる、162もめっちゃつくで。いやー、1だ。126なかった、あれ、126 42、126あるよ。いや、みかんちゃん126、みかんちゃん126、え、私レース今見ました。126。ちょっと6ある。6ある。ちょっと待って。あ、でもピーちゃん。私どれでもた。え、どれですか？いやいやいや。ないですよ、5。今はピーちゃん。今125ピーちゃんかな？125はピーちゃんやろ。6頑張って。え、違うわ。ピーちゃん152だ。え、152？私は126しか。126か162。あ、え、どっちか。6頑張れ、6、いや、まだある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 、ちょっと待って、まだある、ほら、3万円よ、3万円、うわ、軍資金ちょうだい。なんかでもシンプルでしたね。125です。でも今日6が好きなんですもん。まあまあまあ、まあ、つくしかも、やっぱり展示見ましょう。これがスタートですか？はい、スタート展示、はい。5がフライングかな。クサクサクサク。じゃあ5頭で買います。4がちょっと遅れてますね。はい、みかんちゃんはこんな感じで5-1-0と、はい、3連単156、お、合計5000円、はい、51流しだったんですけど、15の中で、この3着の中で一番オッズが良かったのが156、あと今日6大好きなんで。あ、そうなんだ。23点何倍つくんで、うんうん、23000、うん、あ、いいね、いいね。512125156と1356です。ラララララ玉木浩二さんと大好き、サウダージ。あんな渋い人いる、この世で。ね。サウダージをちょっとサウダーディーって言っちゃうあたり、エロい。あの、ガマ口のポチ取ってください。ごめん。でも、あのガマ口のポチって誰からもらったんですか？これすっごい可愛いですよね。私すごい気に入って使ってるんですけど、これあの HKT48 の卒業生の駒田ひろかさんにいただいて、京都のお土産でいただいたもので。可愛い。あ、すごい似てるポーチが目の前にあります。これちょうどいいんだよね、なんか。これも京都で買いました。なんか可愛くない？
おゆきがさ、あ、姉ちゃん、私のお姉ちゃんおゆきなんですけど、おゆきが、え、なにこれめっちゃ可愛いんだけどって言って、嬉しい、これ京都のお土産なんだよってピーちゃんが言ってた、ま、マジでなんかぽいなと思って、京都確かにマジでセンスいいって言ってたでっけえ、でっけえ咳払いしたと思った本当に何と思って見たちゃんと、え、それも本当に可愛いですね、はい、これも、可愛いよね、可愛い、京都の方でなんか使い古すぎて、ちょっと開けないでください。え、かわいい、車のマークなんだ。てかこの色がいいね、あのバーガンディ今流行りのピーちゃんのあの生誕パーカーのようなバーガンディ。うわ、怪しいのがいっぱい入ってました。かわいい、お願い、今日1個も当たってない2人とも、はい、これからだよね、大丈夫、全回収するから私が今から。で、登録してくれてるみんなに還元していくからね、クオカードで。待ってろ。え？言ったね。コートのお釣りでね。2枚ぐらい。1枚か2枚。こっちの方が。ボートレース唐津の水面では、ボートレースチケットショップ宮城開設13周年記念を開催中。紹介されました。3日間にわたる予選もラストカードとなりました。これから選抜戦隊12レースの開始です。はい、嬉しい。レースは1号艇岡山の辰馬光2人とも5ですよね。5です。はい、いや、あるよ、4が組んで、行くんじゃない、4が攻めて、4が攻めて、4もっと攻めて、させる、4もっと攻めて、したらさせる、させるかも、うっさせ、いやー、先頭は1号艇辰馬のうち2号艇の三浦が届くかどうか。スタートは前提0でした。さあ1号艇辰馬に舳先をかけていきます。2号艇の三浦、1番2番2番1番の突破についてこれから2マークの旋回、内側から先前は2号艇の三浦、差し返す1号艇の辰馬、先頭は2号艇の三浦陽次郎です。215トップに立ったのは2号艇三浦、2番手1号艇の辰馬、そして3番手一着のケツしてた、2番1番5番第1、5の組み合わせ、3連単の図 31.2 倍となっています。91人も見てくれてます。先頭で戻ってきます、2号艇の三浦、ほら、あんな手まで突き上げる、突き上げ方が違うもん、まもなく1着の突き上げ方ね。先頭2番、やっぱ今日ボックスなんですかね。5番五輪、3番6番4番五輪です。3000、あ、まあまあ別に大丈夫ですね、私は私は大丈夫です、うん、これ別に取らなくて大丈夫、取らなくて大丈夫、はい、まあ私はなんか珍しくこんな当たらん2人とも当たった方おめでとうございます。いらっしゃいます、おめでとうございます。おめたじおめたじまあこの後まだチャンスありますから、そうですね、ちょっと今度は大村さんで生配信させてください。あの大村を予想するあのスパチャ、スパチャやん。お？違います、大村の冒頭読んで、そう、生配信スパチャ、スパチャ言う必要ある、え、スパチャ生配信って YouTube の生配信がスパチャって名前でしょ。違うよ、投げ銭してくれることをスパチャって、ね、あ、そうなんだ、あ、じゃあ生配信大村の予想生配信やりたい。違うよ、じゃあ私なんて言ってたの、生配信ありがとうございますって言ってたの、スーパーチャット、うん、ありがとうございます、あ、スパチャ投げてくれたことを言うんだ。じゃあスーパーチャットってのその投げ銭みたいな、普通のチャットじゃなくて、あ、じゃあ投げ銭の機能なしにもできるってことですか。はい、あ、なるほど、2人と一緒にボートレースやりたいなって思ってくれた方がいらっしゃいましたら、ツイッターの方をフォローしていただくと、はい、また情報を出していきますので、何かありました、面白いコメントどうぞサウダーディー配信ありがとうサウダーディー次回はじゃあ大村でやりましょうか。やりましょう、マジで、はい、大村さんで1232万張りでいきます、全部ね。還元クオカード作りました、言ってくれるんだ、はい、ありがとう。100万円近くのね、はい、還元分5万5000円分ですか。ピーちゃんが1万6500円分だったんですけども、えちょっと宮城、動画非常に伸びてないんですけど、非常に伸びてないんですけど、伸びてないんですけど一番良くない、動画非常に盛り上がっておいいものができたので、はい、宮城の方から追加させていただいて、えクオカード
なんと200万円作りました。500円を。ってことは10万実際ちょっとオリジナルで作るとちょっと乗るんで、まあ、10万ちょっとかかりました。すごい。倍ぐらいですね。倍ぐらいです。気になるデザインなんですが、はい、こちら、こちら、こちら、かわいい。すごい。こんなクオカードってあるんですね。こんなクオカードそっちなんだ。手こうだったけど。そうですね、視聴者の皆さん、こうやってクオカードのチャンスがあるのも宮城さんとピーチェのおかげなんで、みんなでありがとうを言いましょう。せーの、ありがとう。それ好きなの今日のやつだけど。はい、いいですよ。一緒にね、デザインしたミッコとヤッコ。ミッコヤッコ、ミッコヤッコ、ミッコとヤッコです。みかんちゃんとピーちゃんの前にミッコとヤッコがいるんだよね。オリジナル今出てますからね。一人だけ記憶曖昧な状態で喋るのやめてもらっていいですか。一人でもね、多くの方になりますように。で、気になる還元方法だと思うんですけど、50人に当たるってことですよね。いや、え、違う、200人です。まあ、YouTube を見られてる方とか、まあ、実際来場できる方とかいろいろいらっしゃると思うんで、それ合計でまあうまいこと200枚出していこうと思います、うんうん、はい、こちらの概要欄の方に貼ってありますので、はい、これ第1弾ですね。あれかな、第1弾関連。多分 Twitter と宮城の YouTube をフォローして先輩やぞ。で、気になるあのキーワードつけるんですけども、キーワードを考えていただいて、キーワード、ピーちゃんありがとうでいきましょう。ピーちゃんありがとうでいきます、うん、還元方法の中にキーワードも、はい、記載しておきますので、還元方法をよく読んで、はい、よく寝て、よく食べて応募してください。健康的にね。はい、これが応募条件です。あと感謝の気持ち、はい、一番大事ですね。ピーちゃんありがとう、本当に、うん、ピーちゃんありがとうと宮城ありがとうの気持ちが、うん、より伝わった200人が当選ですか。より伝わった200人。でも最初は酒飲んでる。わからん、いやいやいや大丈夫、座ったらどうですか。一回しまいましょう。じゃあじゃあじゃあ200じゃないんやって。第1弾は200人じゃないんですけど。なるほど、ごめんなさい、はい、第1弾は50名の方に行こうと思います。皆さんのご応募お待ちしてます。